純粋に本当お客さんが普通に何も考えずに難しいこと考えずに楽しめる映画っていうのをやろうと思って、本当に 松井さんと遠藤さん の素晴らしい演技のおかげでそれができたと思ってるんで、感無量です。よろしくお願いします。はい、SKE48 乃木坂46の松井玲奈です。今回映画ギフトが公開になるということで、私の夢でもあったスクリーンデビューができることが今本当に嬉しく思っています。そのデビュー作がこのギフトという素敵な作品であることが本当に嬉しく思っているので、一人でも多くの方にこの作品を愛していただければいいなと思っています。ありがとうございます。の私はこうアイドルとして活動しているんですけど、もういかにこう自分を可愛くとかよく見せるっていうことが重要になってきているんですけど、このスクリーンに映っている私は本当に目つきが悪くて、どうしちゃったんだろうこの子みたいな、自分自身が見ても心配になるような表情でずっと旅をしているので、なんかこう新たな一面がしっかりと出すことができたんじゃないかなと、思っているので、なんかこう自分の違う一面も受け入れてもらえるようになったらいいなと思いました。ちょっと可愛いのを求めて見に来てる人にはちょっとごめんなさいな感じかもしれないですけど普段の松井さんとはもう全然ガラリと変わった役なんですけれども、はい、気が強いキャバ嬢ということで、はい、この役を演じるにあたって難しかったことって何ですか？そうですね、難しかったことっていうのはそんなになかったんですけれど、その、まあ、キャバクラ嬢っていう役というか、まあ、職業がキャバクラ嬢っていうことで、はい、その話を最初に聞いた時に、これは一回キャバクラに行って私も勉強しないといけないなっていうのを思ったんですけど、思ったけど実際にそのお客さんにこう接客をするっていうところはなかったので、あ、なるほど、まあ、これはもうとにかく擦れた感じでいた方がそれだけを頑張ろうみたいな。そう、松井さんがもうめちゃくちゃ怖かったんです、目つきが。その今日ねファンの方たくさんいるのであんまりあれなんですけども、それだけ本当に別人だったっていう意味では、うん、僕も演じてみてすごい刺激を受けましたし、はい、こういうところはやっぱ皆さんにもねこの後注目してほしいですよね。はい、はい、睨んですいませんでした。色が変わりましたよね。あ、はい、茶髪に染めまして、どうでした？変えてみて。グレたのって言われてすごくそれはメンバーからですか？いや、ファンの方からです。あ、はい、っていう声聞きました。言ってないよみたいな、はい、でもちゃんと映画の撮影があってっていう話をしたら、はい、すごく喜んでいただけたので本当に温かいなと思ったんですけど、まあ、染めてみてなんかこうまた新しい自分だなとも思ったので、でも今もう黒に染め直したので茶色の私はこのスクリーンの中にしかいないっていうちょっとしたプレミア感もあるのかなと勝手に思ってます。遠藤さんはすごくこう刑事役とかこう固い役のイメージが多くて、今回も結構理屈っぽい男性の役だったんで、実際どんな方なんだろうというふうに思ったんですけど、お会いした時からすごく気さくな方で優しくて、撮影の間もずっとおしゃべりをしてくださるような方でしたね。そうですね、でも本当にまあ遠藤さんにこれ言わないでくださいね、本当に殺し屋なのかなって思うぐらいのすごい迫力を持った方ですけれども、はい、本当に気さくな方ですし、はい、これ遠藤さんと演じてみて何を学びました？遠藤さんが一番私に教えてくださったことで、嘘をつかないことっていう風に教えてくださって、芝居の中でその言うセリフに対して自分が納得がいかなかったりとか、どうしてこういう風に思うんだろうって感じたことはちゃんと自分の中で消化をして言葉にしないとそれが嘘になってしまう、それが見てる人にも伝わるから必ず嘘のないようにお芝居をした方がいいよって教えていただいて、実際その言葉を聞いてから遠藤さんのお芝居を見るとストレートに自分の気持ちとして言葉を発してるなっていうのを感じたので、すごくなんかそういうところを見習いたいなっていうのと尊敬をしましたね。はい、今回の映画ロードムービーということで、私と遠藤さん扮する2人が、旅をしていく、その中でタイトルにあるギフトというのがどういうものなのかっていうのが明らかになっていくんですけど、皆さんも一緒に旅をしているような気持ちで2人に起きる出来事に一喜一憂していただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。
私自身が今とても緊張をしていて、客観的に自分自身でこの映画を見ることがまだできなかったので、今日皆さんに初めて見ていただいて、きっとこの映画がどういう風に映るのかなっていうのが自分で理解できると思います。M シネマはここ愛知から始まって、愛知限定だけではなくて、その先にたくさんの場所でいろんな方に見ていただきたいと思う映画を育てていく作品になっています。ぜひ今日見ていただいた皆さんの中で少しでもこの作品をいいなと思った方には、ぜひいろんな方にギフトっていう映画がすごくいいんだよっていうことを伝えていただけたら嬉しいなと思います。最後まで映画楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。